はい、始まりました。はるかと、みことの、ミルブロ。パーソナリティは、私、阿部はるかと、チャオ、みこと先輩で、お送りいたします。今回は、VRMMO ものですよ。また、主人公が無双するスタイルなのだろうか？無双というより、振り回していくスタイルでしょうかね。主人公が引っ張っていく感じなのだろうか。では、今回のお題は、スキルリッチワールド、オンライン、レアというより、マイナーなスキルに振り回される僕、です。振り回すではなく、振り回されているとあるのだが。それでは、作品紹介を。友人に誘われて、VRMMO、スキルリッチワールド、オンラインを始めた、くぬぎ、周一ですが、キャラクタークリエイトで、ユニークスキル、スキルコレクターを押し付けられることに、微妙なスキルばかり集めるユニークスキルの影響で、普通のプレイが難しくなった、周囲は、開き直って、手に入れた微妙なスキルを使いこなしつつ、冒険を進めていくのですが、その予想外な行動力によって、友人や他のプレイヤーだけでなく、運営サイドまで振り回していきます。と、いった感じでしょうか。主人公だけでなく、みんな振り回される、ということだな。そうとも言えますね。親友の、匠と、幼馴染の、赤目に誘われ、周囲として、SROを始めることにした、周一は、キャラメイクの際に、スキルルーレットを回した結果、ユニークスキル、スキルコレクターをゲットします。スキルコレクターは、ステータス上昇や、スキル数、上限撤廃などの特典と引き換えに、他の初期スキルがリセットされる上に、プレイヤーが捨てたレアスキルのみ取得できるという、プレイヤーを選びそうなユニークスキルだな。普通のスキルは通常は手に入らないので、プレイヤーの資質が問われますね。でも、周囲のプレイヤースキルの高さと発想力で、乗り越えてしまうんですけどね。開始早々の PVP では、喧嘩を売ってきたプレイヤーを、スキルの組み合わせで瞬殺だからな。PVP や PK など、倒した相手からのレアスキルを奪えるため、さらにひどいことになってますね。レベルの上がったレアスキルのコンボの影響とはいえ、返り討ちにされた PK は、身ぐるみ剥がされた上にレアスキルも奪われてたからな。周囲は、リアルで武術の心得がある上に、喧嘩慣れしているので、戦闘スキルがなくても、なんとかしてしまえるみたいですね。リアルで、微笑みの悪魔というあだ名で呼ばれていたそうだしな。レベルが上がって、使えるようになった微妙なスキルを使いこなすことで、戦闘だけでなく、冒険でも予想外の活躍をするようになりますよ。モンスターと思われていたものが、実は会話可能だったり、テイム可能だったりと、隠されていた要素まで、いろいろ見つけてくるからな。スキルコレクターで得たスキルと、周囲の発想と行動力が合わさったことで、他のプレイヤーを巻き込みながら、運営サイドの予想を超えていく。そんな感じの、スキルリッチワールド、オンライン、ですが、どうでしょうか？個人的感想ではあるが、相乗効果のチート感が強いな。スキルコレクターは、最初さえ乗り切れば破格の強さですからね。それが、周囲のプレイヤースキルで簡単に乗り切ってしまったものだから。どちらかがなければ、こうはならなかったかもしれませんね。それでは、物語が成り立たないのだがな。ちなみに、アニメ化についてはかなり難しいだろうな。書籍化も、コミカライズもされてますけどね。どちらも、短命で終わっているのが厳しいところなのだが。大手の出版社から復活、みたいなことでもないと、ダメっぽいですか。まあ、そんなところだな。振り回され系、VRMMO ものをネタにしましたが、今回の配信はこのあたりで。あと、リアルサイドもあるな。周一と、友人プレイヤーたちの、リアルでの打ち合わせですね。運営サイドの混乱ぶりもあるぞ。ゲームの裏話でもあり、相談することで、新しい発想につなげるパートと言えそうですね。ある意味、ゲーム小説らしいパートではあるな。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次もよろしく。